お年は今おいくつですか？35です。35歳、お若いですね、はい、ありがとうございます。現在の役職ですね、どういったお仕事されてますか？九条河原町店の店長をしています。ありがとうございます。九条河原町店で店長されて どれぐらい経ちますか？もう10年ですね。ということは25歳から。そうです。すごいですね、長いこと働いてらっしゃるんですね。ありがとうございます。現在、代表して五条店の方に来させてもらってるんですけども、だいたい1店舗さんでの、スタッフさんの数って何名ぐらいいらっしゃるんですか？まあ、平均5、6人ですね。アルバイトさんも含めて。アルバイトさんも含めて5、6名でですね、はいはい、でこちらの店舗さんは接客する人とメカニックの人で分かれて、パート分かれてやってらっしゃるんですね。そうですね、はい、建物も別ですし。意外と、女性スタッフも働いていらっしゃって、はい、大体まあ2割か3割ぐらい女性スタッフなんですかね。そうですね、店にもよりますけど全体としては2割ぐらいはいるかなというところです、はい、なるほど。普段されてる仕事についてですね、ちょっと質問させていただきます。まあ、店長さんということなので接客および店舗営業もされていると思うんですけども、主にその店舗でのメカニックではない接客スタッフさんのやってらっしゃるお仕事、1日の流れとして朝はどんなことされてますか？出社したら朝はまずもうバイクをすべて中に入れてますので、はい、それを全部外に出して、はい、で開店準備します。なるほど。その後は、まあ、お客さん来てるときはもうお客さんの対応とか電話を、はい、で空いてる時間はやっぱり登録業務があるので登録書類作ったりしてることが多いですね。なるほど。ルーティンとしてはルーティンとして登録業務ということは、週に2回登録に行くんですけど、はい、申請用の、まあ、大きいバイクでしたら陸運局に出す書類を自賠責切って重量税の維持貼ってとか、結構1台のバイク登録するのに、はい、まあ、6枚7枚ぐらいの書式があって、はい、そういうのを社内のシステムを使いながら印刷したりとか。なるほど。事務作業も結構あるわけなんですけど、パソコンとかが触れない人も大丈夫なんですかね？そうですね、そんなに他の業種に比べると難易度は低い方だと思います。なるほど。まあ、でもブラインドタッチとかキーボードを見ながらでもタッチできるレベルで、まあ、パソコンを触ったことがある、まあ、それぐらいで全然大丈夫ですね。家ではパソコンないけど仕事では触ったことあるぐらいだったらもう大丈夫です。もう十分大丈夫です。ありがとうございます。ちなみに、パソコンを触るとしたら、はい、主に扱うアプリケーション Excel とか Word とかいろいろあると思うんですけど、どんなものを触りますか？一番多いのがもう社内でオリジナルで使ってるシステムですね。なるほど。もう内製してるものなんですけど、それはじゃあ特に操作難しくなく入力するだけで。そうですね、できるんですね。ありがとうございます。ちょっとこれはアルバイトさんの方にフォーカスした話をさせていただくと、はい、接客をする側のアルバイトさんですね、どんなお仕事を求めますか？基本的にはまあ電話応対とか来客時の受付、はい、で主にちょっと雑務ですね、掃除とか洗車とか、はい、そういったことを受け取ってもらうのがまあベースとしてあります。なるほど。あとはまあ本人さんがちょっと興味ある仕事、例えば接客されたいとか、はい、触りたいとか、そういうこともそのベースの上で、まあ、教えるのでやってもらえればなと思います。なるほど。やっぱり面接に来る人、はい、そして今働いてる人もバイクに何かしら興味がある人が多いですか？多いですね、はい、なるほど。ただ必須ではないです。バイクのこと全然知らなかったでも OK、ね、OK です。ただまあ好きに越したことはないかなと思います。やっぱりやってて楽しさっていう。ありがとうございます。例えば、休みの日の話にちょっと持っていくことになるんですけども、どうでしょう、会社では結構休みは十分取れてらっしゃいますか？そうですね、はい。なるほど。休みの日って、普段、まあ、土日祝も、接客するお仕事ですから平日休みの時もあると思うんですけども、普段はどんな風に息抜きされてますか？基本的には私営業が主な仕事なんでデスクワークが結構多いんですよ、比率的に。はい。休みの日は極力体を動かしたりとか、まあ、子供と遊んだりとか、そういうふうにちょっとアクティブにリフレッシュしてます。ありがとうございます。体を動かすというとどんなスポーツされてるんですか？まあ、健康維持で近所のボクシングジムに行ったりとか。あ、いいですね。
プライベートではじゃあねボクシングとかしてねすごい体もしっかりされてるんで、ね、そういうふうなことしてリフレッシュされてるっていうことですね。なるほどなるほど。ちなみにお住まいも京都ですか？京都です。結構まあ近所に住んでますね。店からだから自転車で通勤するときもあるぐらい。ああいいですね、自転車で。なるほどなるほど、素晴らしいですね、ありがとうございます。じゃあここからですね、あのレクリエーションの話に持っていきます。例えばお店のスタッフさんとかと、お仕事終わって、お食事に行ったりとかそういうことってあったりするんですか？そうですね、まあ、基本的に通勤手段がみんなバイクが多いので、はい、まあ、お酒はやっぱり飲めないっていうのがあるので。そうですよね、まあ、ラーメンとか割と軽くサクッと飲める、飲み食いできるので。なるほど、仕事終わったら京都名物のラーメンを食べに行くわけですね。そんなにはないですけど、たまにね、ご時世的にだいぶ減りましたね。なるほど、皆さんご家庭 ご家族があって早く帰らなきゃいけないですから、なんかたまに今コミュニケーションを取るためにちょっと行こうかいうことがされてるということですね。ありがとうございます。メカニックの総さんからもお聞きしたんですけども、なんかそういうツーリングとかこういう接客部門の人たちもそういったレクリエーションに参加されたりしてるんですか？そうですね、バイクに現在乗ってるスタッフとかは割とみんなでグループで、まあ、天候の垣根を越えてツーリングしたりとかしてるみたいですね。なるほど。ちなみに、まあ、やっぱりバイク好きの人が多いなっていう印象なんですけど、皆さん結構バイク乗ってらっしゃるんですか？バイク乗ってるメンバー多いですね。 ほぼほぼ乗ってない感じですかね。まあ、私みたいに昔乗ってたけど乗ってないとか、はい、まあ、そういうスタッフも多いですけど、結構若手のスタッフはもうそれぞれ自分のバイクを所有してるイメージですね。なるほど、ありがとうございます。ここからちょっとざくっとお聞きしたいんですけども、違う店舗間でのコミュニケーションってどうやって取ってらっしゃるんですか？特にこの接客部門の方ですね。基本的にはもう業務で必要なやり取りに関してはもう内線電話とか、はい、まあ、そうじゃなかったらアプリとかで情報共有とか、はい、相談とかにもするようにしています。そこはやっぱメカニックの部門と一緒ですね。そうですね。なるほど。じゃあ会社の中で決められたグループラインもあったりするわけですね。なるほど。で当然ね、その店舗間が結構近いので、転属転勤が多少は出てくるかなと思うんですけども、短期間的な1週間だけヘルプで行くとか、例えば京都から西宮の方に行くとか、そういったこともあったりするんですか？ありますね。最近であった例でいうと、まあ、観光総裁とかで、はい、あるスタッフが抜けたら、まあ、そこに西宮のスタッフが休みだったら京都から行ったりとか。なるほど。まあ、パターンによっては例えば西宮のスタッフが抜けたら大阪から西宮に入って、別の店から大阪に入ってとか、まあ、そういうちょっとアレンジもその時の必要な。なるほど。人員配置でアレンジはします。ヘルプに回ってるってことですね。そうです。ありがとうございます。なるほどなるほど。今現在、はい、特に、接客部門で社員さんもアルバイトさんもね募集していらっしゃるということなんですけども、今特にどういう部分に、まあ、困ってらっしゃって、新しく人入ってほしいなと思ってらっしゃるかですね。そうですね、シフトとしては土日入れる方が歓迎ですね。あとはトラック業務でお客さんのバイク、レッカーとか引き上げとか行ってもらう人がいればすごい助かるなっていうのがあるので、はい、まあ、最初は持っていらっしゃらなくても車のミッションの免許を持っている方が関係です、はい、なるほど。トラックでいうと、はい、2トンになるんですかね。そうですね、1トン、はい、1トントラックで動かせる方ですね。でいわゆるそのグイーンと下から上げるやつを操作して、パワーゲートがあるので、まあ、そんなに力はいらないと思います。なるほど、まあ、女性でもまあできるということができる。そうですね。なるほどなるほど。でミッション免許とか、あと当然バイク乗るわけですから、中型じゃなくて大型もできた取れてた方がいいですよね。取れた方が。会社としては、資格取得の支援とかされてるんですか？整備士の資格はもう会社負担で。なるほど。なので、まあ、未経験の方でも働きながら、はい、まあ、ちょっと休みの日を潰すことにはなるんですけど、はい、整備士 の講習に行って講習代は会社が出すという、そういう制度はあります。なるほど。ちなみに、まあ、ちょうどね販売接客をされているということなんですけど、はい、店長で大体1ヶ月どれぐらいの方を接客されるんですか？ざくっと人数で。実際にその来店する方はやっぱり100人以上はいらっしゃると思いますね。そうですよね、はい、男性女性でいうとどんな割合ですか今は時代的に？比べると半々ですね。本当にそれも店によりけりっていうのはあると思う。半分ぐらいですね。結構年齢層とか属性もやっぱり幅広いです。なるほど。
っぱりね、当然原付とかスクーターの方がユーザーが多いですから、そういった方の接客がやっぱり多くなりますよね。そうですね。あとはまあ京都っていう土地柄、学生さんは非常に多いかなと思います。大学生の方。なるほど。学生さんだと原付もそうですけど 250cc とかのバイクとか、そうですね、結構人気ですよね。ありがとうございます。原付最初乗ってらっしゃってバイク楽しくなって免許取って250買われる、まあ、そういう乗り換えされる方も結構いらっしゃる。じゃあ1年前に来た方がまたもう一回来て、なんか乗りたくなったんですよって来てくれたりとか、ね、そうですね、気づいたら排気力どんどん上がっていく。なるほど。そんな方もいいです。いいですね。そういうコミュニケーションもね、お仕事でやっぱ楽しいですよね。ちなみにこういう物販も結構売ってるんですか？はい、ヘルメット、そうですね、用品もまあヘルメットとか、あとこういうバイクのロックとかやってますし、はい、なるほど。例えば、接客するときに心がけてること、これ結構、まあ社員さん、アルバイトともにサービススタッフを目指す方は結構気になる部分なんですけど、どういったことを先にお客さんが来られたら聞かれますか、まずは。まずはあのお客さんがその、まあ、バイクの販売ということに関しましては、はい、バイクで何されたいかっていうのをはっきり確認するようにしますね。なるほど。ちなみに今、結構原付とかスクーターとかの業務、日常業務以外で指向性が高いもので人気のある車種ってどんな車種ですか？今全般結構幅広く人気なんですよ。なるほど。ちょっとコロナでいわゆる密を避けれるっていう趣味でバイクが割と注目されてたりとかするので。そうですよね。だから走りをまあ純粋に楽しめるようなスポーツバイクであったりとか、まあ、はい、本当にジャンル問わず結構いろんなバイク、本当に幅広く問い合わせいただきます。はい、やっぱりだいぶバイク人気があって、バイク業界自体は結構景気が上向いてきてる業界という印象ですか？需要はありますけど、供給が実はそんなに追いついてないっていうのが。逆に人気が出すぎて。人気が出すぎてっていうよりかは、どっちかというと部材不足、半導体不足っていう。半導体不足が出てきてるんですね。まあ、四輪業界とすごい似たような構図になってますね。なるほど、なるほど。ちょっと具体的な質問またさせていただきます。はい、はい、車とかね、バイク通勤する方多いんじゃないかなと思ったんですけど、御社は OK ですか？車通勤は止めるスペースないんですけど、はい、バイク通勤とか自転車通勤は OK です。ありがとうございます。なるほど。バイク自転車はどこか置く場所があるんですか？そうですね、各店、まあ、止めるスペースここにあるので、はい、そこは使っていただけるようにな。るほど。ただ違法改造車は NG です。違法改造車は NG。 要はマフラーがうるさいとか、そういう。そうです、そうです。もうなんか明らかに車検通らないというか。なるほど、なるほど。御社は、あれですか、陸運局指定の工場なんですかね？指定と認証と2種類ありまして。認証、認証ですね。認証工場ですね、企業なんですね。なかなか、ね、責任重大な、認証をもらってるということなんですけども、やっぱりその従業員さんが通勤で使う、ね、バイクとか乗り物っていうのも当然あれですかね、法令遵守したものじゃないとダメですよね。はい、そういったことも結構、重視されてるというか。そうですね。ちょっと派手なバイク乗ってるんだったら、じゃあ面接来た時はあれですね、ちょっとチェックしますね。ね、募集する人材についての質問ちょっとさせていただきたいと思うんですけども、これから、接客販売部門において、まあ、来てくれる方、どんなスキル求めますか？強いて言うなら。強いて言うなら、もう聞く力がある人がいいかなと思います。どっちかというと喋るより聞く方が大事かなと思ってますので。なるほど。お客さんのニーズを引き出したりとか、はい、まあ、それでそこからまあ提案するっていうようなスタイルで商談とか、まあ、説得してもらえた方がいいかな。そうですよね、幅広いバイクの車種を扱ってますから、年齢層も、ね、お客様幅広いですから、まずはちゃんと聞く力が大事になってきますよね。人柄、人柄っていう部分ではどんなことが大事ですか？人柄でいうと、まあ、最低限の礼儀とかがあって、まあ、素直な人がいいですね、どっちかっていうと。まずは気持ちよくいらっしゃいませがね、ちゃんと言えるっていう、ね、部分が大事ですね。素直な人が良いことはですね。まずじゃあ次、面接の話も聞きます。はい、面接はちなみにどなたされるんですか？面接はもう各店の店長がするような形です。面接は各店の店長さんがされる、はい、ありがとうございます。では、おさらいさん、はい、ね、店長さん代表としてですね、こういう風な、方を
採用していきたいなという傾向ってありますか、会社として。傾向としてはちょっとさっきの質問の答えと被ってしまうんですけど、はい、まあやっぱり社会人としてちゃんと挨拶とか礼儀とか遅刻しないとか最低限のルールが守れる人なんです、はい、で、あとはまあバイク好きな方の方が個人的にはやっぱり評価は高いかなって。そうですよね、やっぱりね。そうです、あの自社で扱う商品をね愛せる人がやっぱりベストですよね。でね、バイク好きとかいう人はね。ありがとうございます。じゃあ今度はちょっともうちょっと具体的なことの質問になります。まず、接客部門、アルバイトおよび社員さんもそうなんですけど、どんな格好で面接来たらいいですか。基本的にはもう服装自由です。それはもう勤務時も自由なんで、はい、まあ、メカニックするってなったらさすがにつなぎ着たりとかちょっと汚れてもいい服とか、まあ、選んでいただきたいんですけれども、はい、まあ、服装とか髪型とか、まあ、ピアスとか、はい、まあ、そのあたりは自由なんで。なるほど、楽ないつもの格好で来てください。なるほど。面接で当然まあ履歴書等を、ね、持参することになると思うんですけども、履歴書や職務経歴書でどんなところを重視しますか。あ、ここが気になるなっていうところですね。そうですね、もう素直に最終学歴とあとは職歴ですね、直近まで何されてたのかっていうか、まあ、それがかなりあのその人の職業感とか色付けしてると思うので、はい、そのあたりが結構気にして面接の時も具体的に業務内容とか聞いたりはしてます。ありがとうございます。そこでいくと、例えばバイク業界にいなかったとしても、もともとアパレルで接客してたとか、何かその接客とかにつながるとか、まあ、もしくは車の整備してたとか、だからかなりまあそこの経験値がうまく、まあ、うちだったらこういう仕事を当てはめて活躍してくれるかなっていうのは考えてできるので。なるほど。そのあたりはまあおっしゃってたようにアパレルだったらちょっと接客とか任せるとか、はい、まあ、車でしたらもう本当に親和性高いので、はい、もうすぐにまあ工具に行ってもらってオイル交換からスタートしてもらってとか、はい、まあ、そういうのももちろんその資格持ってる持ってないのもあるんですけど、はい、考えられますね、はい、なるほど。まあ、職歴ももちろんちゃんとそこで 見られるわけですけど、はい、まあ、未経験でも基本的に人柄重視ということですかね。そうですね。ありがとうございます。